今日の晩御飯は謎の形の魚シイラの切り身を使っていきます。まずは旨味がぎゅうぎゅうに詰まってそうな切り身に塩コショウと薄力粉を両面にかけていきます。しっかり両面まぶしたらバターをひいたフライパンでムニエルにしていく。片面がいい感じに焼き色がついてきたらひっくり返して、今回は添え物の野菜に小松菜を使っていきます。めんどくさいので同じフライパンで炒めちゃいましょう。そして次は最近ハマってるレモンバターソース作り。これが今回めちゃくちゃ合いました。お皿に盛り付けたシイラの切り身にソースをかけて早速いただきます。なんか想像してた500倍ぐらいうまい。もう全然切り身の量が足りないぐらいお酒が進む。これは反則級。美味しくてグー。